伝説の大陸は古代から中世にかけて様々な神話や伝説、哲学的な物語に登場してきた。実在が確認されていない架空の大陸です。これらの大陸は人々の想像力をかきたて、冒険や失われた文明、未知の世界を語る物語の一部として描かれてきました。シャンバラ、シャングリラ。シャンバラはチベット仏教やヒンドゥー教の伝承に登場する神秘的な場所です。シャングリラとも呼ばれますが、これは20世紀の作家ジェームズ・ヒルトンの小説失われた地平線で有名になった名前です。概要、シャンバラはヒマラヤ山脈のどこかに存在するとされる理想郷で、そこに住む人々は精神的に非常に高度な存在だとされています。シャンバラは究極の平和と知恵が存在する場所であり、世界が混乱と危機に瀕した時、シャンバラの王が現れ人類を救うと信じられています。解説、シャンバラの伝説は精神的な悟りや人類の救済というテーマを持っています。特に神知学やニューエイジ運動などでシャンバラは高度な精神世界の象徴として語られました。人類の目覚めや進化を促す場所として多くの人々にインスピレーションを与える存在です。いかがでしたか？信じるか信じないかはあなた次第です。